ファンマヌエル・ファンジオ、ファンマヌエル・ファンジオ・デラモ、フォア・マヌエル・フォンジョディラモ、1911年6月24日から1995年7月17日は、アルゼンチンのレーシングカードライバーである、F1 において5回のワールドチャンピオンに輝いているが、これは2003年に、ミハイル・シューマッハに破られるまで、46年間も、史上最多記録を誇っていた。ニックネームは、 エルチュエコ、スペイン語で、ガニマタの意味。ファンジオは11歳の時よりメカニックの仕事につき、レースにも参戦するようになった。主に南米で行われていた長距離のレースで活躍し、1940年と1941年にはアルゼンチンの国内選手権を制た。戦後時のペロン政権の公演で、1947年よりヨーロッパのレースにも進出した。 2F1 世界選手権が始まると、アルファロメオから参戦するようになる。初年度は、チームメイトのジュゼッペ・ファリーナに、初代チャンピオンの座を譲ったが、翌には、アルベルト・アスカリー・ラ・フェラーリゼの追い上げを交わし、初のワールドチャンピオンを獲得した。は、シーズン前のモンツァのレースでクラッシュし、ケーブを骨折し、1年間欠場する。一時は、心臓も停止し、 再起不能とも言われたが、1953年にはマセラティから復帰を果たす。最終戦イタリアグランプリでは、2年間無敗を続けた、フェラーリを止める復活勝利を挙げた。のフランスグランプリより、メルセデス・ベンツチームが参戦を開始すると、ファンジオもマセラティから移籍するが、このコンビネーションは凄まじい勢いで、グランプリ界を席巻することとなる。 1955年ノルマン24時間レースでの大事故を受けて、メルセデスがわずか2シーズンで撤退するまでの12レース中、ファンジオは8勝を獲得し、2年連続ワールドチャンピオンとなった。しかし、この年には可愛がっていた後輩のオノフレ・マリモンが、事故死し、大きな精神的ショックを受けた。そしてノルマン24時間レースでは、壮絶な事故死を遂げたピエール・ルベエの直後を、 走行しており、巻き添えを、ま一発で免れた。大事故を受けて、メルセデス・ベンツチームがそのレースから撤退を決めた直後、憔悴したファンジオの姿を捉えた写真が残されている。それ以降ファンジオは、ルマン24時間レースに姿を見せることはなかった。メルセデスの撤退により、2はフェラーリへ移籍。自身4度目のチャンピオンを獲得するが、 ワンマンオーナーのエンツオフェラーリとの関係はギクシャクし、一年限りでチームを去った。は、マセラティに復帰し、4年連続のチャンピオンに輝くこととなった。この年は、ドイツグランプリの伝説的勝利、口実を含め圧倒的な強さを見せ、出場したレースでは、リタイア1回を除くと、すべてが優勝、または2位でフィニッシュした。は、マセラティが、 ワークス活動を休止し、ファンジオは2000のみに出場。フランスグランプリを終えた後、47歳で F1 からの引退を表明した。晩年は、パガーニアウトモビリのオーナーであり、デザイナーでもあるオラツヨパガーニに、君の作る車にはぜひとも、メルセデス・ベンツのエンジンを使用するべきだと進言し、エンジンの供給に対して、メルセデス・ベンツに対して、交渉面などにおいて、 便宜を図るなどの協力をアドバイザーという役職として行っている。パガーニゾンダの限定モデルロードスター F に付けられた F はファンジオの中から敬意を表して名付けられたものである。アルゼンチンの英雄として多大なる敬愛を受けていたファンジオは国葬という形で手厚く葬られた。彼のレースにおける輝かしい奇跡は本女、宝題名。 グレートドライバーと題して映画化されている。自身が出場した数々のレースやインタビュー映像の他、1970年代後半までの F1 名勝負や悲惨なアクシデントシーン等も収められ、当時の記録資料としても大変貴重で非常に価値の高いドキュメンタリー作品である。なお、老いにあたる同性同名のファンマヌエル・ファンジオもレーサーとなり、 1980年代から1990年代に、オールアメリカンレーサーズの主力として、イムスサヤカートで活躍した。彼は、実施ではないが、ファンマヌエル・ファンジオ2世、というレーシングネームを使用した。F1 通算24章は1968年に、ジム・クラークが更新するまで個人最多章を記録であった。不滅と言われた、ワールドチャンピオン獲得5回も、 ミハイル・シューマッハに抜かれたが、46歳での最年長チャンピオンという記録は未だ破られていない。最年長優勝は、ルイジ・ファジオリの53歳。第二次世界大戦前のドライバー中心で始まった。早々期の F1 ではこの年齢は珍しくなったが、ドライバーの自己死の危険が極めて高かった時代でもあった。 3戦51戦中24勝で勝率47.1%という記録は極端に参戦数の少ないドライバーを除くと圧倒的な数字である。数々の F1 の記録を更新してきたミハイル・シューマッハをもってしても最後までチャンピオン争いをした一度目の引退時における勝率が36.7%であり、 シューマッハに次ぐ勝利数のプロストとセナは共に25.5%で、あることから見ても、ファンジオの勝率は F1 早々期であるとは言え軍を抜いている。後続のドライバーたちが安定した体制、フェラーリやマクラーレンなどで数字を伸ばしたのに対し、ファンジオは8年間に4チームを渡り歩いていた。また、その紳士的な人柄で、ライバルや後輩から尊敬を集めていた。 F1 引退レースとなった1958年、フランスグランプリでは、優勝したマイク・ホーソーンが敬意を表してファンジオを周回遅れにせ、ゴールまで後方に従ったというエピソードもあった。没後もなおファンジオは根強く支持されている。危機回避能力が極めて高いことで知られ、多くのドライバーを巻き添えにした複合事故から一人だけ事態を見抜いて、たびたび危機を回避している。 1958年2月、ファンジオはノンタイトル戦のキューバグランプリに出場するためキューバの首都ハバナを訪れたが、フィデル・カストロ指揮下の7月26日運動のメンバーにより宿泊先のホテルでピストルを突きつけられ、車で連れ去られた。組織の目的はキューバグランプリを開催するバティスタ政権の面目を潰すことにあり、ファンジオは 隠れ家で手厚くもてなされた末に無事解放された。隠れ家での滞在中、実行犯たちは、カンジオの人柄に魅了され、カンジオの方もストックホルム症候群のような、連帯感を抱くことになった。キューバ革命の成就を経て、カンジオがこの世を去るまで、両者の進行は続いたという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。